8.2 ディスタビリティからやろうと思います。で、テスタブルなコードっていうところから、説明していきます。テスタブルなコードっていうのはテストしやすいコードのことを、言いますと。で、テストしやすいコードっていうのはどういうものかっていうと、個々の機能が素結合で、単体でテストしやすいと。で、外部との接続部分が、うまく抽象化されていて、例えばデータベースの接続とか、ネットワークやファイルへのアクセスとかがうまく抽象化されていて、まあ、その部分がですね、MOC に差し替えられるといった、そういったところが、ありますと。テストをする際にですね、外部のシステムとか、まあ、外部のサーバーとかに依存したようなテストを書いてしまうとですね、その外部サービスが止まっているときにテストができないということがあるので、できれば外部のサービスとかデータベースとかネットワークとかには依存しない形でテストを書く。で、テストを書くためにはそういったところを切り離せるようにうまく抽象化しておくということが重要です。で、抽象化にはですね、インターフェースを Go では使いますので、外部につながる部分は MOC に差し替えられるように、こういったふうにインターフェースにしておくということができます。例えば、DB というインターフェースを作って、値の取得とか、値の設定、セーブとかをメソッドとして用意しておいて、で、サーバー側ですね、それを使って、実装を進めると。で、DB はインターフェースなので、実装を入れ替えることが可能で、実際のデータベースにアクセスしないようにしたりとか、そういったことができるようになります。で、まあ、DB を、MOC してテストする際にですね、まあ、セットはいらなくて、今回は GET だけでいいよとか、まあ、与え取ってくるところだけ、模倣すればいいよと、MOC にすればいいよって場合はですね、こんな感じで、インターフェースを埋め込んでおいてですね、テストで使うものだけを上書きしてやるとすればですね、まあ、全部、その、インターフェースをですね、実装するために、メソッドを全部実装する必要もなくですね、必要なものだけ、実装すればコンパイラーになりませんと。ただ、未実装のものを呼び出そうとした場合、まあ、それはですね、実装が、まあ、空っぽで、なので、コンパイラーは発生しないですけど、実行時エラー、パニックが起きますと。まあ、ヌルポが起きますよと。あとはですね、その外部との接続の部分とかをですね、まあ、環境変数によって切り替えたりとかすることも、できますと。環境変数はですね、Go の場合は OSGetEnv という変数を使って、取得しますと。あ、変数じゃないですね。関数を使って取得します。まあ、これはですね、まあ、CI とかで、DB の接続先とかを変えたりとか、そういったことにするのに便利ですと。まあ、この辺の、環境変数の値とかをですね、構造体にマッピングさせるような、そういったライブラリとかもあります。はい。で、テストデータについてちょっと説明します。で、テストデータっていうのはですね、その、テストの再現性を担保するために、用いるもので、毎回このネットワークにアクセスして情報を取ってくるとか、特定のファイルを、取ってくるみたいなことをしているとですね、テストの再現性が取れないので、テストに使うデータをですね、変数とかで書けないものに関しては、テストデータというディレクトリに入れてですね、ファイルとして、保存しておくと良いでしょうと。で、テストデータのデータというディレクトリにしておくとですね、Go はですね、これを、パッケージとして認識しないので、
コンパイルに影響はないです。まあ、基本的にはそのテストデータの下に置くのはですね、まあ、JSON だったりとか画像だったりとかすると思うんですが、まあ、場合によってはテストデータの下にですね、ソースコードを置く場合もあって、まあ、テスト対象が、まあ、静的解析ツールとかの場合は、テスト対象がソースコードになってしまうので、テストデータの下にソースコードを置くことになりますと。そうすると、コンパイルされてしまうと、テストデータなのでコンパイルされてしまうと困るんですけど、まあ、先ほど言った通りテストデータは、パッケージとして見なされないので、コンパイル対象にならないです。なので、必ず、テストデータはですね、テストデータという名前のディレクトリの下に置いてください。で、ちなみに、パッケージとして認識されないディレクトリとしては、ドットで始まるものや、アンダースコアで始まるものも、認識されないですと。はい。で、まあ、テストデータに置くファイルとしてはですね、まあ、さっき言ったような、画像とか JSON とかもそうですけど、まあね、例えば外部の、サービスから返ってきたレスポンスとかを、まあ、ゴールデンファイルという形で、テストデータに置いておいて、外部のサービスへのアクセスを防いでですね、テストデータの下に保存しておいたレスポンスを、まあ、仮のレスポンスとして使うみたいなことも、よくやります。で、非公開な機能を使ったテストの話をさせてくださいと。非公開な機能を使ったテストっていうのは、まあ、基本的には、テストはですね、まあ、公開されているものを、テストするっていうことが多いですと。なので、テストパッケージはですね、テストコードはですね、テスト対象のパッケージと、パッケージを分けてですね、例えばマイパッケージという名前のテストを、マイパッケージというパッケージのテストを行いたい場合はですね、マイパッケージアンスコテストみたいな形で名前をつけることが多いんですけど、その際に、どうしても、別のパッケージになるとですね、非公開なもの、エクスポートされてないものに関しては、テストの中から参照ができないですと。ただ、テストをですね、その同じパッケージとして定義してしまうとですね、どうしても、ズルして、内部の情報に、アクセスしたくなりますと。なので、できる限りテストは、外部パッケージのつもりで、テストするべきですと。ただ、どうしても、その内部の、変数とか定数とかにアクセスしたい場合はですね、ここに上がっているエクスポートテストというパターンを使うと良いでしょうと。エクスポートテスト .go という名前のファイルを作りますと。まあ、名前がエクスポートテスト .go というのが大事ってわけではないです。アンスコテスト .go という名前がついているとですね、テストの時にしかビルドされないという特徴があります。で、エクスポートテスト .go のパッケージは、テスト対象のパッケージと同じにします。そうすると、エクスポートテスト .go に書かれた内容はですね、テストの時にしかビルドされない。かつ、マイパッケージの、エクスポートされてない、フィールドじゃないや、パッケージ変数とかに、とか定数とかにアクセスできます。つまり、エクスポートテスト .go の中にですね、ホワイトリスト形式で、まあ、ホワイトリストというか、アローリスト形式で、テストで使っていい、内部の変数とか定数を、書いておくと、良いということですね。まあ、例えば、まあ、ここに上がって、スライドに上がっている例はですね、定数ですね、マックスバリューという名前の定数をですね、テストから参照したいという場合には、エクスポートテスト .go に、この大文字で始まる形で、エクスポートした状態で、定数を、再定義してあげると、まあ、同じ値がエクスポートされるので、それで参照すると。まあ、定数以外にもいろいろやる方法があって、例えば、
ブログにいろいろ詳しく書いてありますけど、変数の場合、こういった変数にアクセスしたい場合は、まあ、アクセスするといっても、ほとんどの場合が多分入れ替えたい、値を変えたい場合は、こういったふうに、export.test.go に値を変えるような関数と、その戻り値として元に戻すような関数を、返すようにしておくと、テストの中ではこうやってテスト関数の先頭で設定してデファーで仕込むことによってテスト関数を出るときに元に戻すみたいな、そういったことができます。ただこのパターンはですね、非常に便利なんですけど、レースコンディションが発生しる可能性があるので、まあそういった場合はですね、ちゃんとロックを取ったりとかする必要が出てきます。で、あとはまあメソッドの、呼び出しとか、メソッドを公開したい場合はですね、メソッド値を使って、メソッド値だけをこうやって、メソッドだけをこうやってエクスポートするという方法もあります。だからメソッド値じゃないですね、メソッド式。で、メソッド式を、公開しておいて、で、このメソッドだった関数を使って、メソッドを呼び出すということができます。あとは、フィールドとかはですね、まあ、単純にメソッドを増やすと。このメソッドは、テストの時にしか生えてこないメソッドになります。で、フィールドの値を変えたい場合も、メソッドを生やせばいいですと。次、型ですね。こういう、非公開な型をですね、テストだけで使いたい場合、他のパッケージで公開したくないけど、テストだけで公開した場合は、こんな風に型エリアスを使うと、全く同じ型なので、ただただ何が違うかというと、名前が違うだけですね。名前が大文字で始まったので、こっち側はエクスポートされてるけど、こっち側はエクスポートされてないというテクニックが使えます。そうすると、この型は参照できるので、これを使って、まあ、レスポンスをチェックしたりとか、ということができます。まあ、全く同じ型なので、キャストとかも不要です。